この辺りで少し休んでいこうか。皆さんこんにちは、ミネコです。はい、今回はですね、ソードアートオンラインアリシゼーションリコリスの前回の続きからやっていきたいと思います。前回は課外授業がまたあるということで、一応北帝国に行って、で今課外授業の獣を討伐して学院に帰るというところから始めたいと思います。で今ねこちら会話が始まったので、ちょっと見ていこうと思います。ああそうだな、それより今回は無事に獣を倒せたな。うん、よかったよかった。ロニエとティーゼもよく動けていたと思う。本当ですか？ああ、二人だけでもやれたんじゃないか。さすがにそれは無理ですよ。この4人ならもう最強だ。そういえば出発の前に聞いてほしい話があるって言っていなかった？言ってた言ってた。何？そうでした。ユージオ先輩、キリト先輩、実はお二人に一つお願いがあるんです。お願いとは？何かな？大変申し上げにくいことなんですが、そのずっと前にユージオ先輩がおっしゃっていた、指導生の変更申請に関して学院管理部にお口添えいただきたく。それは僕の、そう思うよね。ということ？そう思うよね。それともキリトの、もしかして両方？違います。私たちじゃないです。そんなとんでもないです。お二人のサバ好きはむしろ変わってほしいって子がいっぱいいて、いやそうじゃなくて、人気だよね、おそらく、だと思う。変更をお願いしたいのは寮で同室の子なんです。フレニーカって名前で。フレニーカちゃん、真面目で一生懸命で剣が強いのに控えめな、とってもいい子なんですが、実はフレニーカをそば好きとして指名なさった上級修剣士殿がかなり厳しい方らしいのです。特にここ数日、ちょっとした粗相にも長時間の懲罰を課されたり。もうほんとひどいよね。学院内では少々不適切と思えるようなお世話を追いつけになったりされるようで、フレニーカが辛そうで。かわいそすぎるわ。フレニーカの指導生って？フレニーカの指導生の名前は？あの、ウンベール・チーゼック、自責上級修剣士なのです。ほんとウンベールは。あいつ、ユージオに返り討ち食らったくせに、まだそんな陰湿な真似してるのか。返り討ちになんかしてないよ。結果は引き分けだ。でも、もしかしたらそのせいで。違うんじゃない？つまり、ジーゼック上級修剣したのは、ユージオ先輩と立ち合いで引き分けたことの、そのことがあったとしてもさ、腹いせって言いましたっけ？いやでも、もともとそういう性格だからしょうがないと思う。そう、それです。勝てなかった腹いせに、フレニーカに懲罰権を行使されたり、ユージオのせいじゃないよね。屈辱的な御用をお命じになられていると、そういうことですか？私には分かりません。私のお父様は言ってました。私たちが特権を持ち贅沢な暮らしを送ることを当たり前と思ってはいけない。そうだね。貴族であるということは、そうでない人たちが楽しく平和に暮らせるよう力を尽くし、そしていつか戦が起きた時は貴族でない人たちより先に剣を取り、先に死ななければならないということなんだと。お父さん、素晴らしいお父さんだね。本当に四区に大きな屋敷を構えて、セントリア郊外には資料地だって持っている名家です。ならばジーゼック上級修剣したのは、下級貴族よりももっと人々のために尽くさなければならないのではないですか？本当はそうしてくれるとありがたいんだけどね。そうはいかないよな。たとえ禁忌目録に記されていなくとも、貴族ならば自分の行いが誰かを不幸にしていないか常に考えねばならないとお父様は言いました。ジーゼック上級修剣士殿の行いは確かに禁忌にも学院則にも触れていないかもしれませんが、でも、でも、
近畿学院則に反してなくても人としてどうかってことだよね。フレニーカは昨夜ベッドでずっと泣いてました。なんでそんなことが許されるのでしょう。素晴らしいお父さんだな。一度お会いしてみたいよ。本当だよね。こんな人が世界中にさ、みんな同じ考えを持つ人だったらいいのになって。本当にね。いくら上級修験しても学院則に定められた範囲外の仕事、そば好き練習に命じたりはできないんじゃ。はい、それは違反にならずとも、その女子生徒としては少々受任しがたいご命令をいろいろと。いや、それ以上言わなくても、そのフレニーカってこの状況は分かったよ。すぐにでも協力しよう。本当に最低。確かマジで本当ひどいよね。初等練士の指名を解除するには教官だけじゃなくてその修験士本人の承認がいるはずだよ。無理だな。無理だよな。本当に貴族のすべきことについて。ノーブルオブリゲーションと呼ぶ精神のあり方があるんだ。ノーブルオブリゲーション。ティーゼのお父さんが教えてくれたのは英語じゃない、神聖語でそう呼ぶんだ。うん。貴族、つまり力あるものはそれを力なき者のために使わなくてはいけない。うんうん、そうだな。誇りと言ってもいい。聖アウグスティヌスについて。ずっと昔、聖アウグスティヌスっていう偉い人がいたんだ。その人は正しくない法は法ではないと言ったんだ。うん。どんな立派な法や権威でも盲信しちゃダメだ。禁忌や学院則に違反していなくったってウンベールの行いは絶対に間違っている。うん。誰かがウンベールを止めないと。誰かがウンベールを止めなきゃいけない。うん。この場合その誰かというのは、あ、僕らの役目だろうね。そうだね。あの、私キリト先輩のおっしゃったこと少しだけ分かった気がします。法にないからって何でもやっていいってわけじゃないんだよね。禁忌目録には書いてないけど、大切な精神、それってつまり自分の中の正義ってことですよね。法をただ守るんじゃなくて、なんでその法があるのか正義に照らして考える、うん、従うよりも考えることが大切なのかなって。うん、その通りだロニエ。考えることは人間の一番強い力だ。どんな名剣、どんな非容疑よりも強いな。うん。定められた法にただ従うことが正義とは限らない。本当の正義は悩んで探し出した答えの中にしかないんだ。いい言葉。本当の正義は悩んで探し出した答えの中にしかない。いいね。さあそろそろ戻ろう。ウンベールのことに関しては俺と友情に任せてくれ。うん、はい、ありがとうございます。とはいえウンベールの件何か考えがあるのかい。まあ俺たちが下級生をいじめるのはやめろって言っても素直にやめるやつじゃないのは確かだよな。そうだね。しかしな。しかしなんだよ。ウンベールはともかく、ライオスは闇で陰険だけどバカじゃないよな。うん、バカじゃない。神聖術や法学、あの人は頭いい。歴史の成績もいい。そんなライオスがウンベールがそば付き練習にきつく当たるのを黙って見ているのは変じゃないか。確かに正式な懲罰はなくても悪い噂くらいは立つだろうし、そん時は同室のライオスも評判を下げる。うん。自尊心の塊みたいなあいつなら懲罰と同じくらい嫌がりそうだけどな。ライオスにもお手上げなくらいウンベールが不機嫌だってことなんじゃないか。その原因が僕との立ち合いならどうしたって僕が一言言ってやらないと。だからさ、そこだよ。もしかしたらこれはユージを狙った手の込んだ罠なんじゃないのか。なるほどな。まさかそんなことはありえないだろうけど、とりあえず口頭で注意だけしてみよう。ユージに禁忌を犯させるっていう風なね、作戦かもしれないしね。管理部にフレニーカの配置替えを要請しよう。うん、ああそうだな。ほらやっぱりそうだよね。
蕎麦好きになるって言ってもさ、先輩に当たり外れがあるのはもう間違いないじゃないですか。よし、この二人がめちゃくちゃ、まずは僕が喋るからね。この二人の蕎麦好きになりたいっていうのも、怖い顔だけしてて、人気あるのもすごいわかるなって思う。任せろ、それなら得意だ。それじゃあ行こう。ユージオ集権士とキリト集権士です。ジーゼック集権士に少々お話が。事前に伺いも立てず押しかけるとは無礼な。怒ってんね。まずは書状にて面会の許しを求めるのが筋であろう。よいよい、同じ学者にてたくまする者同士ではないか。お通ししたまえ、ウンベール。てか部屋すごくね。主席と次席で、それでこの貴族のランクだからかな、寮のさ部屋めっちゃすごいよね。いやー、お着物がやばい。めっちゃゴールド。ライオス殿のご厚情に感謝するのだぞ。はい。それで我が友ユージオ集権士におかれては、安息日の夕刻に一体どのようなご用かな。ある噂を耳にしました。ジーゼック集権士に関して少々好ましからざる噂を耳にしましたので、学友がその方面を汚す前にと僭越ながら中言に参りました。ほほう、これは意外であり妨害のことでもあるな。ユージオ殿に我が法友の名を案じていただけるとは。しかし惜しむらくはその噂とやら、うん、まるで思い当たらない。不明を恥じつつお教え願うよりないようだ。ジーゼック殿がご自身の蕎麦好き連士に対して卑しき行いに及んでおられるとの話を聞いたのです。うん、聞いたんです。心当たりが終わりでしょう。無礼であろう。加盟も持たぬ辺境の開拓民風情が、四等借家長子たるこの俺にこともあろうに卑しいなどと。まあそう一理立つな、ウンベール。生まれは違おうとも、今は屋根を同じくして学ぶ者同士、何を言われようとも逸礼と責めることはできまいよ。とはいえそれが根も葉もない抽象ということになればまた別の話ではあるが、一体どこでその珍妙な噂を。互いに無意な時間を過ごしたくはないはずです。本当だよ。とぼけるのはなしにしましょう。素直になろうよ。ジーゼック殿のそば好きと同室の初等連士たちから直接話を聞いたのです。ほう、それはつまりこういうことかな。ウンベールのそば好きが自らの意思で公式に同室の初等連士を通じてユージオ殿に抗議を依頼したと。いや、そうではありませんが、その友人の自分のそば好きに頼まれたんだよな。ウンベール殿がそば好き連士に逸脱した行いに及んでおられることを否定なさるのですね。ふん、逸脱、なんとも奇妙な言葉だな、ユージオ殿。もっとわかりやすく学院則違反と言ったらどうかね。ですが学院則で禁じられていなくとも上級集権士としてすべきではないこともあるでしょう。本当だよ。ほうほう、それではユージオ殿は一体このウンベールがフレニーカに何をしたと申されるのかな。それはやれやれ、さすがに付き合いきれなくなってきましたぞ。どうなんだウンベール、身に覚えはあるのかね。とんでもない何を言われているのかさっぱり思い当たりませんな。顔な。元より俺、いや私は何一つフレニーカに卑しい行いなどしていませんぞ。なぜならあの娘は、まあまあそうそうそうなんだよね。嫌だと言ったことがありませんのでね。無理やりしてねえよっていう風なのを言いたいんだろうね。まあいくつか他愛ない世話を命じはしましたが、ね、それのこと言ってるんだよ。ユージオ殿と引き分けて以来私も心を入れ替えて鍛錬に打ち込んでおりまして、これまで醜い筋肉がつくような稽古を控えていたせいもあって全身が痛くて仕方ない。そこで
やむなくフレニーカには迷宮の湯みの檻に体を揉みほぐしてもらったまでのこと。気持ち悪い。その上やだやだ、制服が濡れては困ろうと。気持ち悪い。フレニーカにも下着姿になることを許す寛大さですぞ。最低。一体このどこが卑しい逸脱行為なのか理解に苦しみますな。うん、ウンベール殿、そのような命令が許されるとお思いなのですか。何がおかしいのですか、ライオス殿。いいえ、ユージオ殿もそばつき時代マイオ、あのクマ、クマ、おい、ゴルゴロッソ殿に服を脱がされていたと聞くではないですか。何よ、あれは先輩に筋肉のつき方を確認していただいていただけで、いかがわしい意味などありません。反論されるぞ、それ絶対。ならば、ウンベールも咎められまいな。状況は違えど、そば好きへの思いやりゆえの行為には違いない。その通り。自分は好き好んで裸になっておきながら、棚上げは良くないですな。ユージオ殿、言い返されるね。私のことは今は関係ありません。そうだよ、フレニーカが泣いてるんだよ。それだけじゃダメなのかい。フレニーカは命令に抗いはせずとも、本当だよ、日々耐え難い思いをしている、うん、それをあなたは理解できないようだ。教官に調査を頼みますと。今後改善が見られないようなら、教官に調査を頼むことも考えなければならないので、どうぞそのおつもりで。覚悟しとけよ。ご自由にされるがよかろう。はあ、この二人は本当にすごいな。ひとまず落ち着けよ、ユージオ。はあ、しかし意外だったよ。僕より先にお前の方が暴発すると思ってた。すごい抑え込んでたね、キリトは。剣があったら危なかったな。うん、ただ前に言った通り、何か裏があるんじゃないかと思って我慢して様子を見てた。そういえばそんなこと言ってたね。すっかり忘れてたよ。で、どう思った。ウンベールはともかく、ライオスのやつは意図的にユージオを挑発してたな。そうだね、確かに。つまりライオスがウンベールの行いを放置していたのは、僕が抗議に来るのを見越してのことだったのか。そうだね。とにかくユージを言いくるめたことで、あいつらもひとまずは満足しただろう。今後もフレニーカが恥ずかしめられることがあれば、すぐに教官に調査を要請できるよう書状だけは揃えておこうぜ。オッケー。うん、そうだね。うん、それじゃあ早く部屋に戻ろう。なあ、ユージは。なんだい。俺のいないとこでまた連中に何か言われても、さっきみたいに熱くならないように気をつけろよ。そうだね、気をつけよう。分かってるよ。ステイクール、そうそう。ステイクール。だろ？あー、でもね、すごいね。もうスルスルとさ、何を言ってもさ、何かを返してくるじゃん。だから、あれの言葉の選び方というかさ、ね。目録というか、高速をさ、スルッと抜けていくようなあの理由のつけ方ね。すごいわ。次の日。ユージオ上級集権士とのご報告します。本日の掃除完了しました。はい、お疲れ様です。はい、ご苦労様。いつもありがとう。いえ、そんな。これがそば付きの仕事ですから。悪いんだけど、ちょっと話をさせてもらっていいかな。うん、あ、はい。フレニーカの件、昨日ウンベールに抗議しておいたよ。あいつもこれ以上大ごとにはしたくないだろうから、もう逸脱した命令は出さないと思う。近いうちきちんと謝罪もさせるようにするから、うん、そうですか、よかった、ありがとうございます。フレニーカも喜ぶと思います。前にも話したけど、今回の件は僕がウンベールと立ち会ったことがそもそもの原因なんだ。フレニーカを恥ずかしめて僕が抗議に来るのも、何もかも含めて全部彼らの策略だった。そうだね、友情を昨日のように来させるためにやったっていうことかな。抗議に来た僕に、あわよくば逸礼行為で
懲罰を科す予定でね。そうだね、多分。だから、フレニーカは僕とウンベールたちの確執の巻き添えになってしまったんだ。一度、僕からもちゃんと彼女に謝りたいんだけど、機会を作ってもらえるかな。そうですか。ユージオ先輩の責任ではありません。フレニーカには先輩のお言葉だけ伝えておきます。そうか、うん、ありがとう。本当に彼女には悪いことをしたよ。いいえ、悪いのはジーゼック上級集権したのです。そうユージオ先輩を罠にかけようとしたならなおさら。そうだよ、ユージオは悪くないよ。それに今回だけでなく、フレニーカはこれまでも何度もジーゼック上級集権したのからひどいことをされていたようです。あ、やっぱりそうなんだ。根っから根性歪んでっからね、あの人ね。でも彼女はジーゼック上級集権士との不況を買うことが怖くて、声に出してそれを言うことができなかったみたいで、うん、そうだよね。嫌ですって言ったら何されるかわからないもんね。ジーゼック上級集権士との不況を買えば、彼女の家や両親の転職にまで影響が及ぶ、うん、そう思ったと。間違いないね。そうだったんだね。ユージオ先輩、私一生懸命考えてみました。ジーゼック上級集権士とのはどうしてひどいことをするんだろう。フレニーカが憎いわけでも恨みがあるわけでもないのに、どうしてそんなことができるんだろうって。キリト先輩は貴族は誇りを持たなきゃいけないっておっしゃいました。言ってたね。でもジーゼック上級集権士とのみたいな方が誇りを持っているとは思いません。本当の誇りは階級の中にはなく、正しいことをして誰かを守ろうとする心の中にあるんですね。ティーザ、私強くなります。ユージオ先輩のように正しいこと、言わなきゃいけないことをきちんと言えるくらい強く。そうだね、ユージオはちゃんと言ってくれるからね、正しいことをさ。僕も強くなるよ、うん、誇りを持って誰かを守ることができるように。うん、いやー、いいね。本当になんだろうね、すごい頼りになる先輩すぎて。もう、お、数日後何が起きたかな。今日俺とユージオはロニエとティーゼも連れて課外授業に参加する予定だ。うん、そうなんだ。ロニエたち今日は遅いな、まだ来ないなんて。うん、二人とも課外授業には積極的だし、準備に時間かかってるんじゃない。あ、そうかもな。待ち合わせの時間までもう少しだろうし、このままここ出ますか。はーい。うん、そうだね。何か話そう。あ、そうだキリト、今週の掲示板は見た？掲示板見てない。面白いことでも載ってたのか。四帝国統一大会の結果が載ってたのよ。優勝は一等爵家ウールスブルーグ家の出身者だってさ。ウールスブルーグ家、まったく全然興味ないな。今年の優勝者なんかより俺たちが参加する大会出場者の方を気にするべきだと思う。そうだね。それはそうだけどさ。わかった、話題を変えるよ。話題を変えよう。そうしてくれ。いい話題はないか。じゃあその剣の目、いい加減決めたのかい。あ、そっか、剣の名前決めてなかったね。いや、まだ早いとこ決めなよ。いつまでも黒いやつじゃ剣がかわいそうだろ。確かにステータスのさ、武器のところでも黒いやつっていう風になってた。俺の暮らしてたとこじゃ剣の名前ってのは最初からついてたんだいいような気がするな。そうだね、やっぱり遅すぎる。なあユージオ、この金の音って。うん、もう待ち合わせの時間みたいだね。遅いな、ロニエたち。確かにティーゼとロニエが約束の時間に遅れるなんてことこれまでに一度もないね。すごく嫌な予感がする。嫌な感じがするな、うん、あ、ちょっと初等練習量まで行ってくるよ。ユージはここで二人を待っててくれ。おいキリト、まったく。やだやだやだ。でもキリトが心配するのも無理はないかもしれないな、うん、どちらかならまだしも連絡せずに二人ともなんて。
あの、お、よかった、心配した。ユージを上級集権士殿でしょうか。フレニーカちゃんだ。あ、うん、君は。私はフレニーカシェスキ初等練士です。フレニーカシェスキって言うんだ。なるほど。ご面会の約束もなしにお尋ねして申し訳ありません。でも私どうしていいのかわからなくて。どうしたの？君はフレニーカか。ユージオ集権士殿にはこの度私とジーゼック殿のことでご尽力を賜りまして心より感謝しております。あれ以来ウンベールから何か嫌なことはされていないかい？それがジーゼック殿は本日の夜間に私にそのこの場では少々説明の難しいご奉仕を命じておられまして、うん、私このようなご命令が続くくらいならいっそ学院を辞めようと思って。ほんとひどいよね。剣をさ習いに来たのにさこんな理由でさ辞めようって思うのさ、ほんと最悪だよね。に打ち明けたのですが、二人は直接ジーゼック殿に嘆願すると言って寮を出て行って。なんだって。でも待っていても二人が戻らないので私どうしていいのか。わかった、僕が様子を見てくるから、うん、君はここで待ってて。それでキリトが戻ってきたらウンベールたちの部屋に来るよう言ってくれないか。はい、わかりました。最初からそれが目的だったのか。僕じゃなくティーゼたちを。とにかくウンベールの部屋急ごう。ああもうやだ、最悪だよもう。ああいや来てしまいましたね。やだね本当に。まあ、最終的に一番ね、ユージオたちがさ爆発させて感情爆発させるのはティーゼたちにねひどいことをするっていうことだもんね。さあさあどうぞ入ってくれ。部屋の色ね。なんでこんなピンク色なの。ピンク色っていうか赤色なの。ティーズロニア、一体どういうことです。ダイオス殿、なぜ僕とキリトのそばつきがあのような扱いを。これはやむを得ない処置なのだよユージオ殿。シュトリーメン初等練士とアラベル初等練士は今宵この部屋を事前の面会伺いもなく訪れ、その上我らに甚だしい非礼を働いたのだ。非礼とは。あの下級貴族の娘どもは四等爵士の私がそば好きを理由なく虐げ欲望を満たしているなどと言った。さらにあの二人は同室の私にも責任があると主張し、天津さえ貴族の誇りはないのですかとまで言うと。いかに私とライオス殿が寛大でもこれほどの逸礼行為はさすがに見過ごせなくてな。ここまでの懲罰は学院則違反では。私がいつ集権士懲罰権などという子供騙しの権利を行使したと言った。すべての懲罰において上級法の規定を優先す。学院則にはそう付記してあるのをお忘れかな。上級法とはつまり禁忌目録、そして帝国基本法のことだ。まさか。そう、三等爵士の私は六等爵士のあの娘たちに貴族採決権を行使したのだ。しかし少女を縛り上げるなどあまりにひどい。これは傑作ですな。ユージオ集権士殿はこの程度のことが我らの採決だと思っておられるようですぞ。
やめろ！動くな平民！これは帝国基本法及び禁忌目録にのっとった正当厳粛なる貴族の採決である。そして採決権の妨害もまた重大な違反行為だ。そこから一歩でも動いたらお前は法を破った罪人となるのだ。体が動かない。そして幹目がうずくように痛む。そう、これはあの時感じた痛み。あの時もそうだった。僕はまた繰り返すのか。いや、助けて友情先輩、友情先輩。落ちたくらいで天命がなくなりはしないと何かの本でも読んだぞ。その絹紐でも巻いて血を止めておけ。それより見たか、ウンベール、お前の腕を切り飛ばしたのはそこの田舎者の剣だぞ。素晴らしい。こんなここまでの禁忌を犯す人間を私は初めて見た。貴族採決権の対象は下級貴族と狩猟地民だけだ。禁忌を犯した滞在人とあらばその限りではない。この私とても実験で人の首を落とすのは初めてだ。いや、父上や叔父上さえそこまでしたことはあるまい。これで私はさらに強くなる。有事を集権し、いや、滞在人ユージオ、三頭尺子嫡男たるこのライオス・アンティノスが汝を貴族採決権により処刑する。天命のすべてを神に捧げ、その罪を償うがいい。剣を引け、ライオス。お前にユージオは傷つけさせない。ようやくのお出ましか、キリト修剣士。しかし少々遅すぎたぞ。そこの田舎者はもはやこの学院の生徒でも、それどころか帝国の臣民でもない。禁忌目録に背いた滞在人だ。ならば私、この三等爵家長子にして首席上級修剣士たるライオス・アンティノスにはその罪を採決する権利がある。お前こそ下がってそこで見ていろ。いつぞやの花のようにこの罪人の首が落ちる様をな。禁忌だの貴族の権利だの知ったことか。友情は俺の親友だ。そしてお前は闇の国のゴブリンに戻るクズ野郎だ。なんともこれは驚いた。辺境の田舎者同士仲良く大逆の罪を犯してくれるとはな。これで私はお前たちを揃って処分できるわけだ。という良き日か。これぞステイシア神の導きというものだ。来い、ライオス。積もり積もった借りまとめて返せ。Thank you.
すごいね。すごい 3D だからこそめっちゃ迫力があるという。3D というかあれだね、CG だね、CG。 血を、私の血を止めろ、お前の紐を解いて、私の傷口を縛れ。やだ、これを解いたら、俺の天命が減る。その命令は、鬼目録違反だ。なんだと、ウメール、貴様。だが、私の血が、ウンベール、お前、禁忌、しかし、ライオスはあれだっけ、両腕だったよね、切り落とされたの。何が、自分の命と禁忌目録。ライオスは、どちらかを選ばなければいけない状況に立たされてるんだ、自尊心の塊である彼にとって、自分の命は何より大事だろう。だが同時に、絶対の法である禁忌目録に反することもできない。そうだね。禁忌全滅、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 禁忌全滅。すごいなぁ。CG マジですごい、迫力がすごかったね。喋るの忘れるぐらい夢中になってしまいました。違うよ、ティーザのせいじゃない。僕が、僕の考えが足りなかったからだ。ティーザには何の責任もない。でもいいんだ、ティーザとロニエが無事だったんだから。僕の方こそ謝らなきゃ。ごめん、怖い思いをさせてしまって。ウンベールは言っていた、人殺し、化け物って。その通りだ、キリト。僕はお前は人間だ、ユージオ。正当防衛って言っていいのかな。でも俺と同じ、いくつも間違いを犯してはその意味を探してあがき続ける人間なんだ、いやーすごかったな。これアニメでもこの場面をね実際見て、次の日マジで衝撃受けて、うわーすごいなと思ってね。まあ、あのシステムアラートって風なの出たじゃないですか、目ね。あの、友情、もう何人もの人が、あの目の痛さを、訴えてた人が結構いっぱいいたじゃないですか。まあ、あれを破ると、まあ、目がね、ブシャーってなっちゃうんだなっていう風なのがね、ちょっと分かったりとか。まあ、あれは、なんだろうね。システム上の限界なのかな、境界線みたいな感じなのかな。まあ、それをなんか踏み出したら、ね、違反ですよみたいな、そういう風じゃないけどね。あ、治ったんだもん。よかった。そっか、アズリカ先生に治してもらったんだっけ。よかった。アズリカ先生はさすがだな。俺たちのことも残念がってくれたし。そうだね。禁忌目録に背いた罪人なのに、先生は僕たちを最後まで生徒として扱ってくれた。
それに気になることも言っていたよな。気になること、もしかしてあのことかい。ああ、あなたたちはこの世界の真実を近いうちに知ることになる。禁忌目録、いえ氷教会それ自体さえも神ならぬ人が作ったものだということ、うん、それからアズリカ先生は、自分は最後まで右目の封印を破ることができなかった、そう言っていたね。それを友情は成し遂げたってことだね。ああ、だからこそお前は先に行けると言っていた。俺もそう思うぜ。右目の封印、やはり、うん、それがこの世界の人々を禁忌目録に縛り付けている。そして友情はロニエとティーゼを救うために法に背き封印を破った。だが限界の突破を目的とした実験を行っているのに、なぜそんな封印を用意する必要があるんだ。確かに。キリト、こんなことになってごめん。君がここまで僕を連れてきてくれたのは友情のせいじゃないって。アズリカ先生は、俺たちがあの塔に達した時きっと何かが起きる、そう言ってただろ。俺たちはこれからその塔セントラルカセドラルに連行される。まあ、ある意味さ、よかったよね。なんかまあ氷教会となんか聖護騎士になってセントラルカセドラルに正面から出入りできるっていう風な目的とはちょっと違うけど、まあアリスに会うためだと思ったらめちゃくちゃ近道だと個人的には思ってて、だからまあまだよかったんじゃないかなと。うん、目指していた場所に、そう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 、予定より早く行くことになったんだ、うん、きっとアリスにも会える。うん、そうだね。ラッキーぐらいに思わないとね。キリト、ユージオ、氷教会より迎えの使者が到着した。速やかに出立することを命ずる。はい、さてじゃあ行きますか。うん、セントラルカセドラルへ。飛竜がいるってことは、僕らの迎えって聖護騎士なのかな。会ってみりゃわかるさ。北セントリア帝立修験学院所属、ユージオ上級修験士です。同じくキリトです。さて誰が来たかな。聖護騎士の来ましたね、やっと。セントリア地域統括、かっこいい鎧、めっちゃかっこいい。アリスシンセシスサーティです。やっと会えたね、アリス。アリス、君なのか。アリスなのか。アリス、鎧かっこいいな。友情、言動には気をつけなさい。私にはお前たちの天命の7割までを奪う権利があります。次に許可なく触れようとしたらその手を切り落とします。あー、綺麗めっちゃ綺麗だね。やっと会えたね、アリス。いや、マジで近道だったね、本当に。しかし天命を3割減らすつもりで撃ったのですが、うん、その半分しか減っていない。いや、立ち絵かわいいな。めっちゃ立ち絵かわいいね。やっとだね、アリス。だけで受け流したのなら上級修験士に任せられるだけの、あるいは殺人の大罪を犯すだけのことはある。あの騎士がお前の探してたアリスなんだな。うん、ならこの場指示に従おう。罪人としてでもセントラルカセドラルに入れさえすれば少しは事情がわかるはず。そうだね。立ってついてきなさい。はい。上級修験士ユージオ、上級修験士キリト、そなたらを近畿上皇帝職のトガにより捕縛連行し審問の後処刑します。ティーゼ、ロニエ、ダメだティーゼ、来るんじゃない。騎士様、お願いがございます。
先輩たちに剣をお返しする許可をどうか。いいでしょう。ただし罪人に剣を帯びさせるわけにはいかない。これは私が預かります。会話をするなら1分間に限って許可します。優しい。1分は大丈夫だって。友情先輩ごめんなさい。私のせいでごめんなさい。私が愚かなことをしたせいで。違うよ、違うんだ。ティーゼは悪くない。君は友達のために正しいことをしたんだ、うん、こうなったのは全部僕のせいだ。ティーゼが謝ることなんて何もないんだ。今度は私がユージオ先輩を助けます。私頑張ってきっと聖剛騎士になって先輩を助けに行きますから。だから待っててくださいね。きっとキリト先輩、これお弁当です。お腹が空いたら食べてください。ありがとうロニー。時間です。離れなさい、うん、キリト、アリス、ねえどこに行ったの？子供の頃かな。隠れてないで一緒に遊ぼうよ、うん、もう早く出てきてよ。怒ったりなんてしないから。なあそろそろ戻ろうぜ。かわいい。超かわいいね。アリスのさ、この洋服めっちゃ好きなんですよ。小さい頃に着ていたね、こういう風なアリスの洋服がめちゃくちゃ可愛くて、これ着てる時の幼少期のアリスが何よりも好きで、めっちゃ可愛いねこの絵。まだ大丈夫よ。もう少し、もうちょっとだけ。可愛いな、本当に。どうして。本当可愛いな。ねえ、君たちは僕にとって何よりも。人海歴380年5月24日。カセドラルの地下牢へ投獄された俺たちは、うん、腕を戒める鎖を互いにすり合わせて破壊、うん、さらに地下牢から脱出するために鉄格子も鎖で壊し最上階を目指すことに、うん、どうしたユージオ、ぼんやりして。え、ああ懐かしくて不思議な夢を見たんだ。僕はアリスとキリトを探してた。ん、子供時代の夢なのに俺が一緒にいたのか。うん、そうなんだ。でもキリトは、うん、ユージオ、なんでもない、ただの変な夢だよ。俺も前に子供の頃のユージオとアリスと自分が一緒にいたような感覚を覚えたことがある。ユージオは前もアリス、そしてセルカではない誰かと3人で冒険に行ったと言っていた。言ってたね。ユージオも同じような記憶を持っているのか、うん、きっと疲れていたしいろんなことがあったからだね。まあそうだな。さてと、一応聞いておくけど、いいんだな、ユージオ。ここから脱出して、アリスに関する真実を探るということは、つまり、氷協会に真っ向から反逆するってことだ。今後は何か行動を起こそうとするたびに、いちいち葛藤している余裕はない。そうだね。今すぐ覚悟を決められそうになかったら、お前は残った方がいい。ああ、分かってる。僕は、もう決めたんだ。アリスと一緒にルーリットの村へ帰るためなら氷協会にも背く。必要なら何度でも剣を抜いて戦う。あの聖剛騎士が本物のアリスなら記憶を失っている理由を突き止めて元のアリスに戻すんだ、うん、頑張ろう。僕にとってはそれが何より大切なことなんだ、うん、
法で禁じられていたとしてもしなきゃいけないこともある。僕にもその意味が分かった気がするよ。そうだね。そうか、お前の覚悟しっかり伝わったよ。でもここから出たら戦闘は可能な限り避けるぞ、うん、アリス以外の聖護騎士ともまともにやり合って勝てる気はしないからな。そうですな、うん、よし行こう。行くぞ、レッツゴー。イエーイ。チャプター1の4アドバンス。よしよしよし、ついに始まりましたね。学院を抜けて聖護騎士との戦い編に来ましたね。スキルツリー所持を募集されました。入ってきた前、囚人くんたち。よーし、始まりましたね。何が解放されたって言ってた？ね、何かが解放されましたって言ってたね。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。いや、なんとかね、まあ、なんとかっていうのもおかしいんですけども、まあ、学院編を終えて、ここのね、聖護騎士との戦い編という風になってくるんですけども、まあ、今回もいろいろありましたね、本当に。アニメのトラウマ界っていうんですかね。もう、ま、出てきたし、いろいろなことも分かったし、ね、二人の強い決意も見られたんでね、すごい内容の濃い、ね、回になったんじゃないかなっていうふうに思っております。じゃあ次回からはここから続けていきたいと思います。はい、ということで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。何か質問、リクエスト、コメントがありましたら、ツイッターやコメント欄までお願いいたします。皆さん、長い時間本当にご視聴ありがとうございました。それでは、さよならー。